ね、緊急で回してますこんばんは。なんかなんで配信始めたか、なんで配信始めたかというと、なんか今日なんかお父さんに、あ、ヤッホー、あ、来てくれてるみんな、あ、よかった。そう、今日ね、お父さんになんか配信やらないのか、そっかって、配信ね、ね、そう言われて、なんか残念そうな顔されたから配信してあげてる違う。で、あの、今日ね、今日なんでやらなかったりかというと、やらないはずだったんですよ、夜遅かったから。今日ね、あの、花束を探してて、めっちゃね、そう、花束を探してて、で、夜遅くなったんですよ。そう、夜遅くなって、だからみんな寝ちゃってるかなって思って、だからもう、あの、配信はもうやめようって思ったんですけど、そう、母の日用に、そう、はるちゃん、いろんな花屋さんに電話して、あの、探したんですよ、花屋さんに電話して、で、あの、青いカーネーションありますかって、そちらに青いカーネーションありますかって何回も電話して、そうなんですよ。それでめっちゃ、そう、遅くなったんですけど、夜、そう、見つけて買ってきたんですよ。そう、こんばんは、可愛くて美人で最高、ありがとう。え、本当にごめんね、マジで。そう、青見つかんなくて、いろんなところに電話して、そう、いろんな店舗も回って、いろいろ散歩して探してたんですよ。そしたら見つけました。まおちゃんにどうやって届けるかですか。普通に、あの、まおちゃんいます近場で、いや、あのね、近場じゃない、全然探したんです。そう、まおちゃんいらっしゃいます。そう、見てこれ、ね、じゃあ、ママちゃんに今日聞いたんですよ、母の日何が欲しいか。そしたら青いカーネーションがいいみたいな言われて、だから母ちゃんね、一生懸命探したんですよ。そう、見てください、これ渡してるんですもん。そう、明日多分ね、むずいかなって思ったから。そう、素敵でしょ、ね、かすみ草もかわいいでしょ。これ買ってきた、お酒じゃない、お酒買えないんです、はるちゃん。で、そう、これです、ね、カーネーション、そう、花言葉、永遠の幸福なんですよ。そう、これ高かったごめんこんばんはリアル探してる可愛く発見、ありがとう。こんばんはです。本当にやらない詐欺しちゃってごめん。でも来てくれてありがとう、ね、そう、まおちゃんにサプライズしたくて、だからはるちゃん、そう、頑張って探してきたんですよ。で、そう、ママちゃんお家に待たせて、お家に待たせて、はるちゃん散歩して、そう、何店舗も行って、この子見つけてきた、ね、そう、永遠の幸福ですよ、めっちゃ良くない。しかもあれです、あの、9本 あるんですよ。え、サプライズですよ。そうサプライズ。え、なんか何が欲しいのみたいな聞いて、なんかいろんなことを言ってて、で、現実的にこれが最初に買えそうだと思って、そうで、あとね、なんだっけ、9本買ったんですよ。カーネーションが9本、なんか尊敬っていう意味だっけ、と、あともう一つね、意味があってね、みんな、ね、
なんだと思うね、尊敬と、もう一つなんだと思う、思いね、カーネーションの9本の意味。ね、今日青探しててめっちゃ探した、本当にびっくり、え、なかった全然ね、本当になくて大変でした。え、好き、愛してるってちょっとなんか告白みたい。え、あのね、これ9本の意味は違うんだよ。愛は1本だった気がする。違うな、1本だっけ、覚えてないな。9本の理由はあの尊敬っていう意味と、いつまでも一緒にいようっていう意味私自立できない、これごめんいつまでも一緒にいようっていう意味なんです、これねえ私自立できません、ここそうね、そうなんです恋人ね、ママチュンにあげたこれね、だからハルチュンもうね、一生ママチュンの近くにいるね、嫁に行けないお嫁に行けません私、そうこんな告白みたいなことをしてしまったので、ね、そう、こんばんは、ママちゃん帰れなくなるねって、そうですね、ママちゃんね、実はハルちゃんと一緒にいてくれるから多分ハルちゃんのこと大好きだと思うね。でね、なんかママちゃんがなんかね持ってきてくれたやつがあって、見てください、いやなんか待って、ハートがね、ちょっと見ないか取るか、ちょっとさ色がもう古くなっちゃってるよ、幼稚園の時の南川遥香です、これね、幼稚園の時。え、これさ名札の裏見せたかったんだけどさ、名札の裏さなんか親の名前と電話番号書いてある、え、それ外そう、じゃあね、貴重なやつ、え、なんでももぐみって分かった、そうちょっと一回外すわね、名札の裏見てくださいね、プリキュアのシール貼ってあるね、プリキュアかわいい、これハートキャッチプリキュア、みんな知ってる、キュアなんとか、キュア女子だよ、女子ね、あ、モバメメールね急いで送ったんだよね、そうこれプリキュアです、ハートキャッチプリキュア、え、わかんない、どっち食べる、え、どっちでもいいよ、どっちがいい、どっちがいい、どっちでもいい、え、チュンが貼ったんだよ、そう、あ、今来た、え、これの裏見たい人いる、ハルチュンのお父さんの名前と電話番号書いてあるこれさ、はるちゃんね、今ね現在使われてる電話番号なんだけど、ダメじゃん、教えちゃダメだよね、現在使われてる電話番号だからちょっと見せれないわこれ、ね、2年くらい前の名札じゃないよ全然、これは、はるちゃんこれから幼稚園通うんですけど、あのそう、最後の8桁ですか、え、なんかもう全部言うことになんないこれね、それ全部言うことになっちゃうかも、そうこれから、あ、はるちゃん3歳なんで、そう実は
3歳だから、そうこれから幼稚園通うことになるので。あ、南川って本名なんですよ、はるちゅん。これね、何回も言うけど、あの南川って私本名なんです。これそうそうなんですよね。こちら可愛くない、マジで。カーネーションも、食べたいぐらい可愛いね。そうね、ママちゃん何欲しいって言ったんだっけ。青いカーネーション。え、青いカーネーションともう一個言ってたじゃん、その前に。なんだっけ。そう、永遠の幸福っていう意味。そう、マジで探し回った、マジでやばかった。もう電話もしてね、青いカーネーションってありますかって、あ、今取り扱いしてないんですよとかめっちゃ言われて、もう断られまくって、でありますって言われて、そう行ったんですよ。そうもう探した、全部もう探しました、近場ね、全然ね、近めなところになかったんだけどそうそうなんですよ。しかもママチュン、なんで青いカーネーションかっていうと、なんかラビットでなんか青いカーネーションの意味を知ったらしくて、なんか母の日の特集で、それでなんかそれを言ってきたんですよ、ラビットで。そうラビットで、ラビットでなんかそういうなんか意味を知って、でそう急に言ってきたんですよ。そうテレビ番組のラビットです。そうなんか朝8時から10時ぐらいまでやってるラビット。え、自作自演じゃないよ、全然。え、そう値段も聞かずにダッシュして買いに行った。でまさかこんなにね、お花って高いんだって思わなくて、はるちゅんのお財布の中すっからかんなったね、いくら入ってたかは内緒ですけどはるちゅんのはるちゅんのお財布すっからかんね、ね、ちょっとお高かった、お高かったね。そう明日からもやし生活かも。あ、でもママチュンいるから、ママチュンがそこペイペイでパパチュン助けてってめっちゃ助け求めちゃうね。でもね、全然大丈夫です。なんかいろいろな方がチャットの返信、チャットの返信でさ、なんか青いカーネーションをのなんかあのムーンダスト取扱店みたいな、そういう感じでなんか教えてもらって、教えてくれて、これで検索するとなんか分かるよって、買えるところ見つかるよみたいな教えてもらって、そこをね、いろんなところを全部もう電話したんですよ、一生懸命。え、ごめんな、それがなんで。そういっぱい電話して見つけた。そう、あ、すいません、配信しちゃってます。あのやらない詐欺してごめんなさい、マジでね。なんかパパちゃんが寂しそうな顔してたので配信しないって言ったらそっかって、ね、顔はね全然見てないんだけど、そっかって言ってたから、だから配信しちゃってるどっち食べるの、どっち食べたい、はいちゃん、こっち食べたい。これどこで買ってきたんだろうね。なんかさ、え、これどこで買ってきたのかね。ね、見て、あ、パパちゃん見てるよ。なんかこれを食べてくださいみたいに言われた。めっちゃなんか冷凍庫に入っててすごい冷たい。え、ケーキなんですよこれ。
え、これどこで買ったかわかんない。はるちゃん冷たい、多分東京なのかな、千葉わかんない。え、どこだろう、岡山ですかこれ。え、自販機のなの、え、わかんない。まといさんね、まとい、え、知ってる、ケーキ缶。え、美味しいのこれ。ちょっと開けてみたいと思います。ね、麻婆麺ね、食べてないんだよ。ちなみにイチゴが入ってる、ここに。めっちゃ美味しそう。鼻につけるの待ってますね。もうさ、こうやって食べないといけないね。あ、今日味噌ラーメン食べたの。そう、頑張って鼻につけない。え、これさ、ね、これさ、カチカチやぞこれこれ鼻につかないやつ、これマジでね。ちょっと待ってね、これカッチカチやぞこれ絶対ね、これつけね、鼻につけてつけれない、これマジでつけれない。落ちたやばいね、カッチカチやぞ。ね、全然ダメだね。早くつけて、鼻に。はい、あ、スプーンから私が、ね、登場しなかったね。そう、今ケーキ缶待ってね、これさ30分程度さ、これ解凍しないといけなかったんだよこれね。はるちゃんさ、クリームついたこんなところにクリームついた。え、そう、え、ケーキなんだよ。でも今5分しか解凍してない気がする。10分ぐらい、やばい。鼻につけて、無理なんだよ、カチカチすぎて。できない、マジでこれつかないんだってね。ちょっと、え、でも美味しい、あれならできるめっちゃ美味しい。ちょっと30分待つかね。ちょっとクリームがカチコチすぎる、カチガチやぞってみんなありがとう来てくれてね。23時ぐらいから食べるね。え、みんな今日何してたの今日。あーちゃんメールでも書こうかしら。え、なんかさ、え、たまたまかな、びっくりした。たまたまこれ、なんかスイズのなつきさんからなんか筋肉のさスタンプ来てるんだけどさ、これたまたま、これ配信見てるね、これ配信見てんのかな。え、見てないよね絶対、いないよね。え、見てんのかな。こんばんは、ブザビートありがとうね。今日は
お仕事が、あ、お仕事多めだった。あ、これ回答するって30分回答って書いてある普通に。え、食べてるねえ。ね、無理ね、見始めましたって、なんかルアから見始めましたって言われた。ルアが来てるよ、みんなルアにこんにちはって言ってあげな。ね、こんばんは。ね、ルアちゃんが、ね、ルアちゃんあ、こんばんはだった。ルアちゃんこんばんはって。じゃあルアちゃんのいいところをちょっと一人10個言ってって。ルアちゃんの、じゃあルアちゃんの好きなところ一人言ってって。じゃあ変顔さ、焼肉ごはず、焼肉ごはず、笑顔、笑顔可愛いってね、面白い、こんばんはってね。ワールド長が来ました、ね、ダンスうまい。高速っていいですか。何高速って言って、ていていていね、わかんない。焼肉焦がすところ、努力家ね、変顔出すうまい。ベニッペってニックネームってベニッペ、ベニッペ懐かしいね。やだ、みんなありがてぃ、なんかてぃじゃなくてさ、てぃ、てちぃになってる、これこれ、やだ、みんなありがてちぃになってるありがてぃじゃなくて、ありがてちぃで、ルアちゃん見て、ルアちゃん、ルアちゃんの、ルアちゃんの好きなハンギョドンなんだ、これこれ、これ お姉ちゃんからもらった、はるちゃん、ね、待ってね、なっちゃん、なっちゃんの好きなところをちょっとみんなも言ってってくださいね。なっちゃん、なっちゃんの、なっちゃんもくださいって言われてるこんばんは。え、これさ、ルアも持ってるかもって言われたんだけど、え、ルアとお揃いってこと？なんかルアにプレゼントというかお揃いらしい、これ3歳のところ。あ、3歳、待って、はるちゃんとなっちゃんって同級生なんだ。パブちゃんね、ダンス柔らかい、かわいい、かわいく拝見ありがとう、ね、え、これこれ正解だよ、これ、夏希ちゃんははるかちゃんにツンと見せかけてデレなところって、え、これ正解ですね、正解正解ね、マジでそうですね、若返ってるね、確かに。ハンギョドン誰に似てんのよこれ、ね、恐竜リュックが似合うところね、なっちゃん、なっちゃん怒っちゃうこれね、ブザビートありがとう、こんばんはですね。ということで、はるちゃんは、配信はやめないけどメールを書きたいと思います。あ、怖かった、今びっくりしたね、今配信やめますって言うと思った、みんななんかうざキャラじゃないめっちゃうざくないもんで、配信をやめないでメールを書きたいと思いますね、そう、そう、ということでって言うとはるちゃんやめることが多いんだよね。あ、そういえば
あの焼肉部なんか作ろうとしてたじゃないですか。あの焼肉部本当に作りますマジで。メンバー決めました、焼肉部の。あの公式じゃない非公式ですね。メンバーも決めた、メンバーも決めたよちゃんと。ってそう、ジョジョ演舞じゃない全然。えメンバーは新井ハセスイズ、新井ハセスイズ南川です。磯で入りますこれ、磯で入るこれやばい。やばい、タイムしていいって言われた。やばい、スイズさんにタイムしていいって言われた。ね、なんでよ焼肉部。ね、タイムされちゃう、やばい。なつきちゃん出れちゃうからねこれ。ね、サンチューブ。ルアちゃんと一緒にサンチューブ作ろうかな。ルアと一緒にサンチューブへ、ね、ちょっとあのハセスモモさんに OK もらったので焼肉部作っていいよって、昨日ね許可取ったので、ちゃんと確かね、ね、誰の許可も取ってなさそうって言われたけど、そうメンバー言って焼肉部ですって言ったら、ね、誰の許可も取ってなさそうだなって言われた、そういえばね。で OK はもらってないんですけど、多分照れ隠しだと思うから、そう、夏希ちゃんの許可も取ってないです全然ね。みんなね、みんな許可取ってないよ普通にね。リリノも許可取ってない、リリノにまず焼肉部があるっていうこと自体言ってない。活動内容はただ焼肉食べに行くだけ。月に1回集まって焼肉食べに行こうぜって。違う。ね、全然リリノに言ってない。こんばんは、ヤッホーです。みんなくれてありがとう。そう、存在自体知らない。最高の部活ですこれ。えでしょ、そうでしょ、だから広めていきたいんですよ焼肉部を。え部長のゴチって、えそうですね、あの部長のゴチです。あの部長はあの私じゃないので部長のゴチになりましょう。え部長はハセスモモで。副部長スイズナツキですこれ。ねね、副部長と部長で、ね、あの副部長と部長であの焼肉をぶってもらう。なんか水津夏樹さんに言われた、春の活動日数が多すぎてついていけませんって。はるかさ、あの週に3回とか焼肉食べるんですよ、多くて。そう、焼肉食べすぎてなんかついていけないって言われた。
はーちゃんが一番焼肉愛強いかもしれないね。ね、方向性の違い、え、これよくあるよね、方向性の違いで配分みたいな。シャトーブリアン頼んでもいいですか、え、ちょっとむずちょっとやばいやばい、なんかタイム届け来た、なんか架空のタイム届け来たんだけど、スイズナ付きって焼肉部なんでこれね、タイム届け来たんだけど急に。おお、いい、これダメだよ、これタイムしちゃダメ。あの千葉県出身の方はあの入らないといけない、必ず。タイム理由書いてない。そう、タイム認められません、はるちゅん。千葉県、そう、千葉県出身の方は必ず入らないといけない。よし、はるちゅん終わったぜこれね、待って、なんかタイム理由来たわ。タイム理由、なぜ入部したのかがわからないためねやばいね。え、ケーキいけるかな、え、待って、あ、ケーキ意外といけそう、いけるかも、見てください。あ、こっちだった、美味しそうじゃない、いただきます。ちょっと鼻にあ、ついちゃったえ、めっちゃ美味しい、え、めっちゃ美味しい、これあえ、うまっ、美味しいです。怒られる、めっちゃ怒られるこれメロメロ春やらせないで、違うそれメリーちゃんのやつ違う私やっちゃダメなやつでも美味しい、これやばい、めっちゃコンサート思い出しちゃう。メリーちゃんすみません、これは私がやったんじゃないです、これファンの方があのコメントで言っただけです、これえ、おいしい、え、全然おいしい、これえ、コンサートのアーカイブね、あさってまでなの、うん、寂しい。しかもさ、はるちゃんサマ、あ、サマコンじゃない、間違えた、1年前だ、サマコン違う、スプリングコンサート、ずっと見てて、え、何の曲聴いてるか分かります、あの2曲、2曲ね、あのそう聴いてるんですけど、うん、
ね、めっちゃ聴いちゃう曲があって、あの全部聞くんだけど聞くんですけど、そう2曲ね、あの涙の表面張力と始まりの歌をめっちゃ聴いちゃうの。え、マジで、え、マジで私もうやばいこれね。ルアシー歌ってほしい、今ルアシーの歌声聞きたい、マジで。ダンスもうまいね、ね、ハチュー踊れないんだけど、こういう部分だけ踊れる、ルアシーの。おーって待って、ここわかるかなこれ、まっちゃもうダンス下手すぎて、もうわかんない、ピンポイントすぎる。これ配信見られてないよね、大丈夫これね。ボイスメッセージ来た、ボイスメッセージ来た。え、これ聞いていいの、え、聞いていいやつ、え、流していいやつ、これ流していいやつなのかな。え、オンリートゥデイは、え、でも見てます、普通に見てるけど、え、ちょい待ちって言われた、テイク2 待って、テイク1ダメらしいね、ね、テイク1のやつ流しちゃダメらしいね、ごめんちょっとダメだね、ひのさんの真似ですか、無理だよ絶対。イエーンで、え、オッケーもらった、よし、じゃあ流してあげよう、え、流してあげる。何があったか分からないけど、え、もう一回流してほしいの、じゃあ分かった。言い訳をしてるみたいで面倒な、信じられなくなったらおしまいだ、そうだろう、あ、ごめん邪魔しちゃった、いや、ごめんちょっとギリギリだけちょっと聞いて、ギリ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 、ごめん、ギリギリギリ、ね、よし、わざとじゃないですよ全然。今日何の T シャツ着てると思います、私今日何着てる、え、ちょっと待って、中見えそうだった、やばい、今日は、あ、今日何の T シャツ着てると思う、これね、怒られないよ全然大丈夫、ルアちゃん優しいから、ルアちゃん優しいからね。今日の T シャツは、じゃあもう言うよ答え、ルーカ着てるね、ルーカ着てる、ハルーカ、ルーカ着ちゃってる、コンパンチュー、え、ごめんなさい、
みんなに謝ろうね。ごめん、やらない詐欺してごめん。ハルーカ、はるかがルーカ着てるんですよ。そう、スイスイの生誕 T シャツね、持ってないよ、全然持ってない。え、買いたかったんだけどね、やめいって。あのスイスイ待って声がさ複雑。あのスイスイちゃんのさ T シャツめっちゃなんかハルチュン普段使いできそうだなって思った。かわいい、マジでね。ハルチュンの寝巻きになりそうって。ルアちゃんの生誕ティーもさ、なんかあれだよね、なピンクっていうの、あれ何色だね、ピンク、あれはなんかなっちゃんとは違う色だよね。濃いめピンクっていうの、あれ。ね、あ、普通のピンクだったあれ。あれ普通のピンクなの。ね、わかんないけど、そう。え、これルーカって呼ぶんです。そうそう。はるかがルーカ着てる。こんばんはですね、みんな。あ、今6月か売ってるの。なんかポキちゃんのカニのやつとかすげえって思った。なんか21歳だからか、カニも21個だったね。もこやさんのやつも可愛かったね。あ、間違えた。え待って、22個だった、嘘だ。え、待って、嘘だよ、22個じゃないよ。はるちゃん21個だと思ったよ。え、嘘でしょ、はるちゃん一つ一つ数えたんだよ。あれ一つ多かったの、マジ。あ、ちょっとうるさかった、嘘。はるちゃん数え間違いだった。え、悲しい。ね。じゅっちゃんの生誕ってもかわいい。え、嘘。え、じゃあはるちゃんさ、普通に一つ数え間違えたよ。え、ゼロから数えた？0、1、2、3って。やばいな。はるちゃん、普通に21個かと思ったよ。やべえ。数え間違えてんじゃん、はるちゃん。ちょっと気まずい。ね、ちょっとグッズ見よう。ね、どこかかぶったかも。ね、来月7月ね、もっちゃんね、3期の画伯登場です。え、本当に21なのこれ。あ、22なの。1234567891011121314151617181415。22だ、ほんとだ、マジじゃん。はるちゃん21だと思ったよこれ。え、マジだ、ほんとやん。え、全然気づかなかった。22なの。21って言ってた、はるちゃん。やべえ、ね、数数えられなかったみたいです、はるちゃん。うまくなったって絵が。え、うまくなったの。え、知らない。え、うまくなったのかな。え、なんかさ、ポキちゃんのさ生誕のさグッズのさ下がさ3月なんだけど、なんで。え、4月5月は生誕グッズ、あれ。え、待って、はるちゃん4月5月の生誕グッズってどこにあるのこれ。バグってる？
っとバグっちゃってる携帯出てこない、ベニッペのやつがない、ハルチュの携帯にちょっと探してみる。こんばんは、ヤッホーです、来てくれてありがとう。ななち、え、ななみさんか、え、ルアシの生誕グッズないよね、やっぱり。え、だよね。え、ハルチュンの携帯の端末がないんじゃなくて、本当にないよね、これ。え、ルアシ、ルアシ生誕グッズ。なくなった。ルアシとかなっちゃんとかいないんだけど。え、なんで？なんでだろう。アリリ、おかしいぞ。ね、生誕グッズ消えちゃってる。え、なくなるんだっけ？終わると。いや、ハルちゃんのページあったよ。ハルちゃんのページあったんだけど。ないね、3月まであるね、これ。なんでだろう、あ、なんで、あ、ダメ、歌落としちゃったね、ない。こんばんはです、ヤッホー。え、そうなのかな、マジ？あ、メール来た？ありがとう。かゆい顎がね、スイスイの消えてったよね。え、だよね、みんなの消えてる、これね、なんでだ。ね、見に行けない。ケーキ美味しそうかな。確かに切り替えのタイミングが、確かにそういうことだから。そう、みはるさん3月まで乗ってるんだよ。いや、綺麗でしょ、本当に。多分バグってるね。バグっていいじゃんなっちゃってる。うん、ふん、でもスポンジまだいかない、これ。今拍手したら水が飛んできた。めっちゃ美味しい。かいこ発見ありがとう。こんばんは。今何時だろう。18分じゃん、意外と遅い。え、そう、夜中にケーキね、やばいよね。はい、ちょっと太っちゃいなって思ったんだけど、お腹空いちゃってる。
そう。でもね、もうめっちゃがっつり今食べたいものを言うと、麻婆麺食べたい。こうね、11時18分なのね。ね、今焼肉は、いや食べたいよ普通に。焼肉食べたい。え、ねえ今日、え、なんで知ってんの？あれ今日だっけ？あ、そう、え、今日？いや、はよちゃんのさ、そう、ご飯カレーだったんだけど、やばい、カレー食べたよ普通に。カレー食べましたと思う。そう、お腹空いた。めっちゃ今お腹空いてる、ね、そう、こんばんは、ね、お腹空いたよね。ハヤシライスじゃない、本当に今回はカレーです。ママのカレー、ママが作ったカレーです。麻婆麺部、え、マジでこれあのはるちゃんの親入ってきちゃうね、いいのかな。はるちゃんのママちゃんめっちゃ麻婆麺大好きだよ。はるちゃんも大好きだけど、多分部長ママちゃんになっちゃう。あ、顧問ありだな。ね、ママちゃんのカレー美味しいです。ママのカレーは世界一ね、みんな。え、めっちゃさ、今日めっちゃ話変わるね。え、三宝亭さんの麻婆麺が美味しい、好きね、見て、ハウチュンのために柿の種買ってきてくれた。柿の種ね、これどこか知ってますか？これどこで製造されてるの？これどこか分かりますか？これはるかちゃん柿の種めっちゃ好きだったんですよ。そう、さすがにみんな知ってるかね。そうです、こちら新潟なんですよね。亀戸市ね、それも分かるの。千葉の種じゃないですね、これ新潟の種ですね。そういえばはるちゃんさ、そういえば、え、千葉のピーナッツなのかな。え、ピーナッツ千葉だったら激アツじゃないこれね。ピーナッツ書いてないな。え、千葉のピーナッツ使ってたらマジ激アツじゃない普通に。だって新潟、そう、新潟と千葉だから分かんないね。え、どうだろう。そう、故郷と故郷のコラボレーションです。え、わかる、ピーナッツね、美味しい、ね、ピーナッツハルチュン結構好き。千葉県産は高級品のイメージがある。あ、本当ですか。柿ピーのピーが食べれないの。え、ピー好きなんだけど、めっちゃ、マジ元祖なにわやじゃないんだよね。そう、こんばんは。そう、はるちゃんさ、最近ね、めっちゃ、わさび味じゃないんですけど、最近めっちゃね、やりたいことがあって、でもみんな
みんなに言ったらマジで それがやりたいことってなるかもしんないんだけど、私めっちゃやりたいことあって、やりたいことというか叶えたいのがあってね、じゃあ焼肉部じゃないんだけど、そうそうなんですけど、そう本当にあの水曜日のダウンタウンあるじゃないですか、あの番組水曜日にやってる10時だっけ、そうやってる番組あるじゃないですか、あれの説立証、あの説を私出したいんですよあれ説出したいんです、はるちゃんマジで。そうね、だから面白い説を考えてるんです 毎日ね、なんかいい説ないかなって。だからでもはるちゃんの名前で出すのはちょっと恥ずかしいので、あのみんなの名前でみんなの名前で、はるちゃんが説を考えるからみんなの名前でちょっと出してほしいね、どんな説かね、それを考えるね、考えたいね。また一緒に頑張りましょう、おやすみ、おやすみなさい、ありがとう。芸人さんの南川さんの名前、南川っていう人、南川っていう人、南川、なんかいいな、なんか南川って芸人さんもいるじゃん、なんだろう、南川っていう人わかんないな、はるちゃん南川ね、わかんないなね、わかんない、あだ名ダメ、OK なのかな、わかんないんだけど、そうメールで募集するのおろなんかいい説ないかなって、ね、かわいくはきありがとう、やっほー、かわいくて美人で最高ありがとうね、ね、なんかすごいさ、自分が考えた説がさテレビに出るってさ、すごいさなんか嬉しいじゃん絶対ね、だからはるちゃんもね、やりたくなっちゃったみなみかっていう名前の人をシステマできる説ごめんなさい、あの芸人さんにあの引っ張られちゃったシステム芸人さん引っ張られた、はるちゃん、ちなみにはるちゃんできないですシステムねえ、みなみかっていう名前だからかよく聞かれるんですけどね、全然できないです、立証できない。てかまずみなみかっているんですかね、はるちゃん親戚とか以外ね会ったことないんですよ本当に。説立証できなかったか、アイドルにケーキ与えたらあざとくなる仮説、それなんか結構ありそう、なると思うんだけど、ならないのかな、はるちゃんだったらあざとく頑張るね、あんまり見たことないか、すごい面白いんですよ番組が。会社の新入社員にはるかちゃんいたからドキッとした。あ、本当ですか。はるかちゃん、はるかちゃんってさ、なんかいそうでいないんだよね意外と。その感じのはるかちゃんあんまりさ見かけたことない。はるちゃん、あの自分以外ね、あの見かけたことなくて、なんか有名人とか芸能人の方はそのはるかちゃんいっぱいいるんですけど、はるかさん。いるんだけど、なんか実際友達とかで出会ったことないんですよそのはるかちゃんに、ね、うさびたありがとう。南川さんを巡ったみんな親戚説、これ辿ったらかな
たどるですか。たどるだ。ね。北側、西川、南川いるけど東川は聞いたことない。でもさあれだよ、東川さん。ね、確かに東川さんあんまり見かけたことないかも。こんばんは。ね、中川遥香さんとかそういうね、方は会ったことあるんですよ。ね、島崎遥香さんとかそういう遥香は見かけたことあるんですけど、友達でその遥香はいないんですよね。遥香ちゃんが新入社員で来たけど恥ずかしくて名前呼べないって。おもろい。え、それ私だったりして。あ、ちょうどね、その新入社員もしかして私じゃないですか。南川遥香日本に一人説。え、本当？え、南川遥香って調べたら私しか出てこないってこと？え、絶対嘘だよ。ちょっと南川遥香って調べてみようかな。ね、たど、ね、たどるでしたね。南川遥香本当に私だけなの？南川、南川遥香いた。NGT48 南川遥香って出てくる。ね、南川遥香、私、一般人の方出てこないよね絶対ね。南川遥香です。私が南川遥香です。ね、部活の成績とか出るのこれ。え、それ私じゃないな。え、じゃあ違う人で南川遥香いるやん絶対。ね、南川遥香ね、インスタと X に出てきそう。え、マジですか。え、ちょっとはるちゃん調べられないな。ね、インスタと X いるか。南川遥香結構、南川遥香さんのなんか南川奥さんって出てくる。それ多分芸人さんだわね。私じゃなかった南川ね。私の配信がめっちゃ出てくるんだけど。やだ、こんなに配信載せないでよ。ちょっと恥ずかしいじゃないか。配信いっぱいなんだけど。ね、南川って南川って言うな。で、自分と同じ感じで出てきたことない。マジね。インスタと X ね、え、マジでやりたいんですよね。やりたいんだけどね、まだらしい。まだね、いつできるんだろうね。やりたいよ。南川遥香、南川遥香ってやるとなんか高校出てくんだけど、え、なんか焦るね。私の高校バレてんのかと思った。全然バレてなかった。南川遥香可愛いって検索したことあるの？え、出てくんのそれ？わい、どうせどうせよく出てくる。あ、待って、一回調べたことあるのこれ。情報つかめなかったよって。あ、じゃあよかったです。あ、よかったよかった。南川遥香の高校出てこなくて安心ですね。ね、危ない危ない。出てきたらちょっと気まずくなっちゃうから、ね。
南川遥かツイッターで出てくる。はるちゃんツイッターやってたっけね。あ、全然やってなかった、ね、私ツイッターやってなかった。おもろいねこれ、自分の名前で調べるって。ね、みんなもう寝ちゃった？これ11時34分、みんな寝た？ね、SNS ねやりたいですよね、わかる。え、起きてた。え、みんな明日何すんの？これ明日は NCT 祭り行くんですか？みんな明日何する予定？みんな寝落ちしてない？みんな起きてたね。起きてお休みだから寝てる。いいね。代官山行くの？仕事ハイブ長岡。何もしない？買い物仕事友達と遊ぶ。ハイブ行くの？いいねハイブね。ありがとう。はるちゃんだけだよ考えるの。考えるのはずっとはるちゃんのことだけ仮面ライダー見に行くの？ハイブ長岡に。え、かわいい。いいな、はるちゃんも会いたい。はるかちゃんとお揃いするためにセブン行くの？セブンいいね。はるちゃんねまたセブンのねクッキー食べたくて。やばい、はるちゃんも行きたい。一日寝てるの？あ、残業で毎日残業続きだったの。お疲れ、お疲れ様です。仕事っすか、やばいですね。ね、すごいなんか忙しい予定。美術館から日向さんのオンラインお話し会からの NCT 祭り。いいね。そう、チョコチップクッキーね、いいよね。可愛い子拝見ありがとうね。 NCT 祭りにいてもバレないかもしれないね。ハルちゃんも行きたいな。行きたい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 。みんな大好きねえ、赤ちゃんも行きたいよ。カナチップ、あれなんか全然、え、これじゃない？なんか今スケジュール見ようと思ったんだけどね、どこにあったっけ。毎日はるかちゃんと会いたいの？え、売りちいたんですね。よし、なんかさ仮面ライダーのショーだっけ。ねえはるちゃんさ今日のさアンパンマンショーを見たかったんだよねねえはるかちゃんアンパンマンショーを見たかった。ねえ日向さんって見たのかな。
そう、はるかちゃんアンパンマン大好きで、アンパンマンはもう誰にも負けないぐらい愛が強いんですよ。はるかちゃん、あのチョコレートでは食パンマンを出したくて、そうやってたんだけど、はるかちゃんの一押しはポッポちゃんなんです。え、マジでポッポちゃん可愛い、調べてみてください。ポッポーってこうやって鳴くんですよ。ポッポーってマジ可愛いから、おすすめ。みんなみんなポッポちゃん好きになったらいいよね。可愛い子発見ありがとう。あ、今日泊まりで行ってたの。5時40分起きなの。え、待って、これはるちゃん配信しててさ、え、ずっと見てて大丈夫なのこれ。え、はるちゃんだったら5時40分起きだったら、はるちゃん10時に寝ないと死んじゃうと思うね。はるかちゃんドキンちゃんに似てるの。マジ初めて言われた。はるちゃんコキンちゃんに言われるって言われる。ね、アンパンのあんこかな。はるちゃんこしあんが好きね。トーマス、これあトーマ違う、ポッポちゃん。はるちゃんオール、あ、別にはるちゃん5時起きだったらオールできるね。でもその次の日が、その日が辛そう。めいっ子もうアンパンマン大好きで、今日夕方遊びに来てたから。アンパンマンだよねこれね。人形遊びしてたのかわいい。え、これガチ仮面ライダーショーにさ、スイスイくる、え、スイスイたち出るのこれ。スイスイがさらわれてモッツさんとカッピーさんが戦うの。え、これガチなの。そんな、え、冗談これ。え、これガチ。え、いいな、はるちゃんもさらわれたい。5時間睡眠で頑張れるの、ね、やばい、すごいね5時間睡眠。かわいい、かわいい、ありがとう。仮面ライダーやることない。ポッポちゃんね、ショーに、いや、めったに出てこない。え、待って、嘘ついたのこれ。マジ今スイスイにさ聞こうと思ってさ、今 LINE 開いてたんだけど、やば、いやマジか。え、待って、めっちゃ信じたんだけどね、スイスイさらわれんのって聞こうと思ったんだけど、え、ね、違かったのか。うん、飛びたかしですか。いや、わかんない。え、瀬戸礼はるちゃん知らないんだよね。なんかごめんね、どうだろうか、楽しみですね。悪の女幹部役ですか。やばい、面白そう。なっちゃんさらわれるの似合いそうだよね。わかる、なんかそれね。図案なの。コシアンの方が好き。可愛くて美人で最高、ありがとう。ヤッホーです。ね、もうすぐ終わりかな。ハーチュンライアーゲームですか。え、でもハーチュンそういうゲーム系の嘘はめっちゃ得意だよ多分ね。ハーチュン意外と得意です。
多分ですけど。ね、お腹空いたね。今日スイスイ配信してたよね。はやちゃん途中までしか見れなかったんだけど、途中というか全然見れてないんだけどさ。はーちゅんさ、めっちゃ人狼一時期好きでさ、あの夜中ずっと人狼してたんですよ、夏休み。そしたら お母さんに怒られちゃった。で生活リズム本当に狂いまくって、なんか人狼そうのオンラインアプリでそうめっちゃ遊んでたんですけど、そう、いや、あの私がやってるのは言葉発しないやつなんですよ。普通にキーボードでなんかチャット形式でやってた。そう、しかも相手も全然知らないからね、普通に考察するだけなんですけど、そうチャットでできるやつ。はるちゃん声出してやるやつめっちゃ嫌いだってさ。はるちゃん自分の声あんまり好きじゃなかったんですよ。だからそう、ありがとう、ね、そういえばさ、今日あの YouTube 公開されたじゃないですか、よい子の浜口さんと、ね、NGT がコラボ企画をみたいな、ね、はるちゃんベースこれ冗談です、ね、ベース枠チャンスだね。ベースハーチュンベースでいけるかなちょ、あのハーチュンやんないですけどね。そうベース枠がなんか余ってるみたいな、いないらしくて。でもハーチュンねベースねやったことないんですよマジで。ギターをちょっとあの授業でかじった程度ね、ちょっとやった程度。あとあの三振できる三振と、あとねあのドラムもね授業でやったんですよ。あとねあとピアノもやったんですよ、はるちゃん。そうだから唯一やったことないベースそう唯一やったことないです、はるちゃんベースだけ。あとははるちゃんコトできる。えコトダメかな、えバンドにコトって必要ない、これなんかテンテンテンみたいなさ、あれできるんですよ。あれマジで得意だった、あの授業で。そうあれバンドに必要ないかな、ね、コトね横でコトやっちゃダメかな、めっちゃね、ちょっとそうそうなんですよね。ねギターかじったってそういうことじゃないよ全然ねそういうかじったじゃない、あのちょっとやったことあるよって。そうねちょっとね、はるちゃんはるちゃん手、あのはるちゃんさ、はるちゃんできますって言ってみればよかった。できないけど、でもさ小学生の時になんかバンドねしてみたくてさ、でお母さんの友達がなんかバンドやってて、それを見に行ったことあって、なんかそこのなんかギターを教えてもらおうとしてたんですよ、普通にベースじゃなくてね、あの時ギターやってれば世界変わってたのかな、はるちゃん買ってもらおうとしてたんですけどね、くんおーってギターですか、ギターギターイントネーションちょっとどっちかわかんない、ね、違う形。そう
ね、ちょっとこと、ことは空いてませんかって。え、高校生ぐらいの時にねギターやってみたかったよね。え、そうなんだよはるちゅん。しかも中学生の時に、そう中学生の時に、あ、それバンドじゃないんだけど普通に吹奏楽部入りたくて、あ、結局ソフトボール部になったんですけど、そう吹奏楽部に入りたくて、あの吹奏楽でフルートやってみたかったんですよ。普通にこうフルートやってみたかったんだけど、なんかね、そうだから人生って何があるかわからないですよね。で吹奏楽部入りたかったんですよはるちゅん。でもソフトボール部に入ったらお小遣いがなんか5倍でお小遣いがね結構もらえて、そうお小遣いがちょっとアップでソフトボール部入った。でもはるちゃんね野球見ることは普通に、まあね、あの野球のルールとかはあの結構知ってたんですよ。あのお父さんとお母さんがやってて、そうやっててルールとか知ってて、だからちょっとそうギタリスト春として会ってたかもおもろい、ね、ギタリスト春ってなんかかっこいいな、ね、UFO してたの、え、すごっ、知らなかった。ね、凪ちゃん金管楽器できるの、マジですか。え、でもさはるちゅんさ、あの仮入部行った時にトランペット渡されてトランペット吹けたんですよ最初。今はなんか指わかんないけど、そうすごくない、はるちゃん一日でトランペット吹けるようになったんですよ。え、わかんない、すごさがわかんないけど、あの吹奏楽部の先輩からは、え、すごいよ一日で吹けるなんてって言われたんですけど、あれ本当に一日で吹けないものなんですかあれってわかんない、あの本当に吹奏楽部の方に聞きたいです。あれはあの褒めて入れさせる作戦ですか、それとも本当に1日で老けてすごいんですか、あれ。え、わからないんです、普通にすごいのこれで、え、待って俺ベースできるんですかね、2人でバンドやろうって2人でバンドですか、ベースとギターでね。今52分になった。そう、こんばんは。え、わからないよね。どうなんだろう。え、どうなんですかね。肺活量が大きかったの。本当？トランペットいきなり吹けるのセンスあるの？え、マジですか？え、これガチ？え、じゃあハルチュンさ、本当に吹奏楽部向いてたんじゃない？え、わかんない。わからないです。はるちゅん吹奏楽部入りたくて仮入部結構行ったんですよ。そう、実は吹奏楽部とあとバド部、バド部とあとねテニス部も行ったな、ソフト部も行った、中学校の時。そうバド部ね、仮入部の時3回ぐらい行って、そう自己紹介もしたし先輩に、南川遥香ですって、そうそう3回ぐらい行って南川遥香ですって言って、普通にもうなんか仮入部期間が終わる2日前までいたんですよ、はるちゃん仮入部期間終わる2日前までいて、なんかみんな本入部とあの本入部届とか出してて、入部届普通に出してる中、はるちゅんも「いやちょっと迷ってるんです」みたいな、「バド部迷ってるんですよ」って言って、で普通にバド部行っててで結局出したのがソフトボール部そう普通になんか「ごめん」みたいな、「ごめんなさい」みたいな
でもバド部の方々と仲良くなれて、そういろんな先輩と仲良くなれて、なんか交流できてすごい楽しかったです普通に。でもちょっと廊下で会うと気まずいよね普通にね。そう、音出ない人出なかったの？え、マジですか？え、じゃあハルチ水分も良かったのかな。え、そう、人数エグかったんですよ。なんか1学年に20人以上いて、なんかもう強豪校みたいな、そんな、なんかそんな、なんかコートないのになんかいっぱいいたんですよ人が。なんかバド部人気だった、ハルチュンの学年。そうだからちょっと好きだったんですけど、バド部、バドね楽しかったんだけど、人数多すぎて埋もれちゃうかなって思って、そうだからやめたんですよ。あと上手い人はめっちゃ上手かったんですバド部。え、もうこんなにできるんですかみたいな、ね、ハルちゃん絶対できないみたいな、ね、抜かせないみたいな、そのぐらい上手い人がめっちゃいて、なんかいつからやってましたかみたいな、そういうレベルがたくさんいて、そう難しそうでやめた、ね、こんばんは。夏地獄の練習でもあそうだよね、吹奏楽部とかも結構文化系ながら結構なんか走るとかやってた記憶がある、はるちゃんの学校とか。あ、野球部ね、野球部も結構いるかもね、吹奏楽部。何だろう、何まで眺め、なんだろうこれ、なんだこれ何までですかこれ、なんだこれ、引退まで眺め、違うこれ何、これ引退だった、待ってこれ引退だった、マジすごい、はるちゃんすごいわね、すげえ、めっちゃすごいわ、引退だ、確かにそうかも。はるちゃんアイドル部ね、アイドル部あったらアイドル部入りたかった。こんばんはね。剣道部なかったんだよね、剣道は授業であった、剣道、そう剣道ね確かに似合いそうね。あと4分だ、え、なんかごめんね本当にね、やらないって言ってやっちゃってごめん、来てくれてありがとうみんな、明日もね、できたらやりますね。明日は、でも明日ね、いけると思うんだよね明日ね。詐欺スタートね、詐欺スタートちょっとやだ、なんかちょっとやね、夜ですね、やるとしても夜です、本当にね、ごめん本当にありがとう来てくれてね、ありがとうね、星当て名人頑張りますね。寝てて出遅れてごめんって、あ全然大丈夫よ、明日は、いややるとしても21時じゃないですかね。え、なんか、え、なんか初めてなんだけど、はるちゅんさ普通になんかメール送ってくださいみたいなさ、え今来たんだけどね、メールの通知来たね、今日寝落ちしなかった、あよかったね、ママちゃんに感謝です、ね、この時間にメール来たびっくり、ね、待っててねみんな、明日も頑張ろうね、明日日曜日か、日曜日楽しもうね。えね、月曜日って休み？なんで祝日、あ違かった、え祝日じゃないじゃんね、なんだよ祝日だと思ったのに月曜日違かったね、次の祝日7月15日じゃん、え普通の日だったまだ、ね、1時間遅いよねメール、あちょっとランキング読む、やばい普通の日だ、えこれなんだ、これホイかけるさんってなんだ、ホイホイホイっていう意味、これわかんないな。13位からいきます。13位、ホイホイホイチュン、ありがとうございます。えこれで合ってるんだ、これ合ってる、
12旅猫ちゃんありがとうございます。11南川ボンヌマちゃんちゃんちゃんありがとうございます。10位ドラミちゃんのまちゃんありがとうございます。9位レイちゃんずちゃんありがとうございます。8位ヨシちゃんありがとうございます。7位サカシュウちゃんありがとうございます。6位ノムさんのまちゃんありがとうございます。5位ツッキーちゃんありがとうございます。4位ビッグラブコちゃんありがとうございます。3位サリョウちゃんありがとうございます。2位マルチュンチュンチュンありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルルビールバラちゃんです。ありがとうございます。ありがとう来てくれてね、今日も一日お疲れ様でしたね。次の祝日は7月10日あ10日じゃない15日、また来てね。ありがとうね、好きです。ありがとう、また来てね。みんなおやすみなさい。いい夢見てね。おやすみ、またね。明日も頑張ろうね。また明日ね。バイバイ、おやすみなさい。バイ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 。